ドラゴンボールスーパースーパーヒーローーーパパヒロスステージをご覧の皆さんこんにちはレッドリボン軍の天才科学者ドクターヘッドを演じましたイリノミユですこれからですね映画についていろいろインタビューを答えていきたいと思いますのでぜひぜひご覧くださいよろしくお願いしますえー、最初にこの「 オーディションを受けた時はどのくらいこの作品の中にコミットするのかというかどんな役柄なのかっていうのを詳しくは知らなかったんですけれども実際台本を読んでからめちゃくちゃ重要な役どころだっていうところにすごく驚きましてなんかよりこう身が引き締まったというかギュッと引き締ままった感じがしますねキャスティングされた時はもちろんもうずっといつか参加したいと思っていた作品だったので。 もう子どもの時物心ついた時には「ドラゴンボール」っていうのがなんかもう自分のそばにあってカードゲームだったりとかで僕が見てた頃はやっぱり「人造人間」とか「えー、セルゲーム」とかあの辺が一番あの辺から見てたのでなんかそういう作品にしかもレッドリボン軍のなんか一員として参加できるっていうのはすごくすごくただただ嬉しかったですね。 最初にあのオーディションを受けた時にこのキャラクターのビジュアルを見て無限の可能性があるキャラクターだなと思ったんですよねどんなうん声にするかっていうのはいろんなこうバリエーションがあってその中でじゃ自分がやるんだったらどんな声を出すんだろうっていうところをすごく悩んでいてでオーディションでやってで合格しましたで次やる時にはもう本番だったんですよね。なのでものすごく緊張していたところに よくさんからその話をもう超重要なんで超重要なんでって聞いて <laughs> あのすごいプレッシャーがドーンと言われた時は来ましたねでもなんか今までやってきたこととかなんか自分のことを信じてうん楽しんでこの「ドラゴンボール」好きなんだっていう気持ち全部込めてうんやろうっていう感じで挑んでいきました。 大成功だったんだって今聞いて <laughs> 安心してるんですがやっぱオーディションの時の1回で本番でっていうのもあったんで自分の中でまだキャラクターの方向性だったりとかうーんっていうものを序盤は何だろう探っている部分はあったんですけれどなんかいろいろ話していく中で鳥山先生の,その意向だったりとか。 で自分のイメージだったりとかっていうものを、うん、劇場版ではすぐにすり合わせていかなきゃいけないので大変ではあったんですが、まあ、さっきお話したようにとにとかく楽しく、うん、できたなっていうのが印象ですね一個人イリのミュウとしては「まあ、ドラゴンボール」大好きだった自分としてはうわピッコロさんと話しちゃったみたいな <laughs> ことだったりとか。 なんか戦,戦っちゃうのかなとか悟空とかと合っちゃうのかなっていうなんかそういうところでずっと楽しん収録楽しししんでまたたねいいでしたはいブルマをはじめとする邪悪で強力な秘密組織さえ一掃してしまい。 少しくらい時間がかかってもとにかく想像を超えた強さに、うん、これみ皆さんにも音声も流れてるんですか、はい、実際流れてますわそうですね素晴らしいと思います <laughs> い自分で自分のどうですかっていうのは難しいんですがあのー、実際今僕がそのドクター・ヘッドの声をやってるっていうところで聞いていただいたんですがあのー 今まで自分がやったことのないアプローチをしていたので今まで僕を知ってくださっていた方とかでも分かんないんじゃないかなこのアニメだけ見たら誰がこうやってるんだろうとかなんかそういう風なうな意味でも自分でもチャレンジができたのかなっていう風には思ってます。キャラクターにバッチリややっっててやっぱもう素晴らしい <laughs> はい <laughs> えー、オーディションでこのキャラクター見た時はまずかわいいなというところの第一印象が大きくてあとは「あのーまあ、いろんな可能性があるなと思いました」っていうのは声のバリエーションとして、まあ、少年声なのかコミカルなのか。 いわゆるるもっとと普通のの青年としてしゃべるのか、まあ、どれがマッチするのかっていうのをすごく考えてオーディションに臨みましたでまああの白衣バージョンとこのヒーローバージョンとあるんですがこのヒーローバージョンだけ見るとコミカル担当なのかなと思いそうなんですけれども実はこうあの白衣バージョンの彼はマッドサイエンティスト的なちょっとこう残酷な部分もあって。 なんかいろんなところがある人間味のあるキャラクターなのでぜひそこら辺楽しみにしていただければなと思いますいや本当にこう洗練されたというか衝撃の連続でしたね。あのリハーサルビデオを ののの段階のもので、えー、収録はしたんですけどもその段階でもうカラーで出来上がってるシーンについてはあこんなに動くんだっていうのが衝撃でしたし今この時代に生きててよかったっていうこの「ドラゴンボール」を見られるなんてなんて幸せ者なんだろうっていうのは思いましたし思いまし,たし,しかもそれに自分が出てるっていうところでうん、なんか嬉しかったですね。 クオリティはぜひこれはやっぱ劇場で見るべき作品だなと思いました。あのー、まあもちろん音だったりとかそういうところもかなりこだわっていますし、東映アニメーションさんドラゴンボールの今できる全部を詰め込んだのがこのおドラゴンボールスーパースーパーヒーローなんだなっていうのを感じてます。そのタイミングで自分がこうこの作品に出られたっていうのが。 なんか夢のようというかこうやってインタビュー受けてるのも夢なのかなっていうぐらい嬉しいですねはい皆さん今回は、えー、このインタビューご覧いただきありがとうございました、えー、実はですね僕自身この「ドラゴンボール」のインタビュー受けるってなってからあそうだもう一回見直そうと思って。 カララーー版のドラゴンボール全部買いまして全部あの読んできました読んできたけどネタバレしちゃいけないってことがいっぱいすぎて全然それは役に立たなかったんですけど愛は伝わったかなと思いますあのこのド、えー「ドラゴンボール」で初めて「ドラゴンボール」に触れるという方にももちろんなんですがやっぱりずっと「ドラゴンボール」を愛してきた 皆さんんににとってはより愛すべき作品ななるんじゃないでしょうか僕はこの作品を見てピッコロさんより大好きになりましたしご飯がこの真ん中にいるあっご飯がまたっていうそういう,こう激ツ部分がたくさん盛り込まれていてうんもう早く見たいですし早く見てほしいでみんなで、えー、全世界のみんなで、あのー、話し合いたいですあそこが良かったねここが良かったねなんかそんな,、うん、なんか気持ちです今。ね。 楽しみですねぜひぜひ皆さん待っててくださいよろしくお願いします今日はありがとうございました